こんにちは、静止です。今日もですね、ランチパスポート熊本を使ってですね、まあ、ランチの方行ってまいりました。今日はですね、ちょっと遠くの方に、まあ、熊本市ではあるんですけど、東区の方のですね、ちょっと遠めに、まあ、市内からすれば遠いところにちょっとなるんですけど、そちらに行ってきました。まあ、店名はですね、ナチョナル556という、まあ、レストランっていうかですね、レストランですね。まあ、ナチョナルというのはなんとなくわかりますけど、556というのがちょっと、意味がちょっと、今のところよくわかりません。まあまあ、そういうことで、今日行ってきたところは、ちょっと、どっちかというとですね、カーナビがないと分かりにくいというところですね。熊本市の東区の小山というところになります。まあちょっと、山手の近くでですね、もう、ちょっと、まあ田舎というかですね、郊外になるところです。だからまあそういうのもありましてですね、スペース的には広いスペースをちょっと、取ってありました。まあ、まあ、入り口というかですね。まあ、なんていうか、ナチョナル、まあ、自然な感じ、そういう感じがありました。まあ、雰囲気は良かったです。まあ、料理はですね、後で出てきますけど、映像でわかりますけど、まあ、美味しかったですね。まあ、ちょっと時間があられるとき、ドライブ、して、ちょっとお腹が空いたという時には、ちょっと、こちら行かれた時にはいいかと思います。おすすめの店舗です。と、値段的にもですね、1350円が500円ですから、これはもう、このランチ、パスポートを使わないともったいないような感じの、まあね、価格というか値段ですからね。ぜひ、まあ、試しに一回はですね、行ってみられたがいいと思います。まあ、ここはですね、前回私が行った時、ちょっと、カーナビは私の車ついてるんですけど、それ見て行ったんですけど、ちょっと分かりにくくて、ちょっと時間がなくて、帰ってきたとこですから、今日行けて、本当良かったです。まあ、これで、今月行かなければもう行く機会がありませんでしたのでですね、本当良かったと思います。まあ、だから、まあ、まあ、雰囲気としてはですね、奥様というかですね、奥様友達でちょっと行かれればですね、非常に店内がおしゃれでですね、まあゆっくりパンを食べながら、野菜を食べながら、料理を食べながら、まあこういうのです。コーヒー飲み物もですね、プラスすれば、食事で、対応、80円って書いてありましたかね。すいません。そこら辺はよく、覚えてませんけど、そういう感じでですね、いいお店だと思います。まあ、あと、映像を出してますけど、なかなかわかりにくい、内容がわかりにくい感じなんですけどね。もう、本当機会が現れたらですね、ぜひ行かれてください。まあ、このランチパスポートがあとちょっと出ているかどうかすいません確認してませんけど私が持っているのは6月いっぱいですからですねまああとまあここも一応前回わからないところが行けましたのでまあ次もですねまあ6月いっぱい行けるだけ行きますのでその時はまた紹介させていただきますので一つよろしくお願いしますまあ映像の方もですねまあよく撮れてませんけど一応まあ時間がられる方はどうぞ見られてくださいではこれで映像の方もよろしくお願いしますこんにちは静止です今日はですねちょっと郊外になりますナチョナル556というところに行ってきました。まあ、そちらの今テーブルの席なんですけど、で、こちらがですね、野菜とかはですね、一応こちらのコーナーで野菜、パン類とかですね、こちらのコーナーで自分の好きなのを取り寄せるということで、これは今日のメインのですね、チキンの料理です。これはパン類がですね、いろいろありますのでですね、で、こちらサラダになります。スープの方はもう最初出てきましたのでもう飲んでしまいました。これはパン類ですね。
とあとこれが入り口のところなんですよ。入り口のところやっぱり郊外ですからスペースもありまして、これはここでパンとかを焼いていらっしゃるんだと思います。これが入り口です。ちょっと場所がですね、私一回来た時はちょっとわからなかったです。まあ、今日はちょっと2人で友達と来ました。まあ、これが入り口の結構広いですね。そしておしゃれな感じがする入り口です。ずっとこう結構敷地も広いですね。まあ、こういう感じでですね、ずっと